はい、えー、最後にちょっと読ませていただきたいなと思うんですが、えー、ちょっと待ってくださいあれんパブジ切ってらっしょ表からはい最後に読ませていただきたいなと 思います。えー。シミだらけのダきまさん、お世話になりました。先生のことは忘れません。におい返します。ありがとうございます。テイレのメンスさん、200るあ、感謝します。オートバックさん、ニコニコ生放送、ついにコメント版の永久化が決定。これと同じことが起きたら、お前、プンレを捨てるかいいんじゃね別にコメントの永久版ぐらい。 普通なわけだからでですね。えっと、まずは大変なことが起きました。本日ですね。まあ、ニコニコ運営ニュース。放送。まあ、なるほどね。まあ、ちょっと全部見なくても、なんか、なんとなくわかったけど。バーる方が悪いよ。そんなの。マジで。うん。ルールにのっとってないから、バーるんだろだって。うん。えー、ベニティングドジマさん、ザンギ豆知識、スクリーンのタイミング、勉強法、トレモで。 ダミーをガード5、4フレーム5、弱パン5に設定し、弱形、ラッシュ、スクリューを反復。ああ、なるほど。弱形、ラッシュで、えー、はい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 。入力が早いとパニカーをもらい、遅いとカウンターをもらう。そのタイミングでやるということですねあ。なるほど。ありがとうございます。えー、事実を言っただけでもバーンスレずニコ生主によっては。え、あ、なにだってそれ、ニコ生主が決めるわけじゃないでしょ。運営が決めるんじゃないのえ、永久化の は配信者側にあんのそんなのあニコ生しにあるんだあそうなんだえでもさまあ事実だとしてもさ別にそういう人が今度来なくなるだけじゃん別にあのー、なんか結局さコメントで人死んでんだからさあのー、そんなつもりはなかったとか冗談のつもりだったけどつってもさやっぱりこうやって傷ついた人たちまでいるわけでしょだったら別に自己分野で別にやってもいいんじゃない別に それはあのー、やる人がやる、やんない人はやんないでいいと思うわ、えー。コロさん、100感謝します。ありがとうございます。えー、名乗る名もないさん。とんちゃん、こんばんは。羽生選手が離婚しました。マスコミやネットの誹謗中傷の清掃です。今日友達に、いや、男なら奥さんを守れよと言ったら、かなり強く叱責されました。フトンちゃん、どう思いますか男なら奥さんを守れよ。 あその離婚をするっていうことによってだってだから俺だから人が離婚して嫌いの嫌いの意見するのも本当にそうど,どうでもいいと思ってるんだけどその理由としてその離婚の原因だってさ全部そんな世の中に言えないよプライバシーがあるんだからなどういうことがあって離婚がしたかっていうのはほんと個人の,あの見てる世界だけなんで例えばだからいや男なら奥さん守れよっていうのも本人にとってはもしかしたら筋違いかもしれないじゃないですか。 あの全部がね。ネット動画に書いてる記事が嘘100もあるわけだしね。あれもありましたよ。この前なんか最近あの新庄選手のなんか？ チャンネルかなんかで見たんだけど新庄選手が昔、タイガース時代にあのー、なんかこうクラブでこうやってウエーイみたいなやってたのが、あのー、スクープになっちゃってすごい炎上したときがあったんだけどあれ、実は今だからいるけど俺キャバクラでこうやってあーって背伸びしただけなんだけどそこを取られてあのー、そんな記事になっちゃいましたみたいなあったし、まあね、もうそれが本人が嘘ついてるのか事実なのかクソほどどうでもいいんですけども、あのー、もし事実だとしたらばそんなこともあります。はい えー、イジポルチョさん、暗いマチャオ・チクビーム、ありがとうございます。あざす。ユーミちゃん、カメラにキスして、嫌です。感じあります。あー、ビムリオさん、100人感じます。ありがとうございます。アンパンマンさん、ミカサの声優とアルミンの声優のポッキーゲームを見てくれ。えあ、たぶ中の人がってことですよね、多分ね。そうですよね。まあ、それはちょっとあの、あの見ないでおきます。えー、個別教室のトライ、相模王の こう公式さん。配信お疲れ様です。よろしければ、おえちゃんか、全員なおやかのクイズやってみてください。俺、全員なおやか、ちょっと誰か分かんないから、多分できないと思います。ロメオ・ネムマンさん。先日の配信エールで、現実チャンネルを紹介してくださった方、本日あれ、本当にありがとうございます。このエールはその方に向けてのものです。本当に、本当にありがとうございます。あは,はい。ありがとうございます。いや、もうえ、あの、はい、どう、どんどんでもいです。はい。池田大作さん。おい、まっちゃん、二0よりこっちの方がいいぞ。 ェンちょっとわかんないないまあまあ好みだね好みによるわまだこの人のあの何、ー、でしょうかプロセスをやっぱり理解し始めると好きになってくるんでしょうけどまだこの人がどういうプロセスたどってたかわかんないんでちょっと何とも言えねえわおぼちさ布団ちゃん脱押し 下から余ったポイントあげるね。余り物には服があるんだって。ところで、歯科衛生士集めるから合コンしないおお。いいね。うん。うん。いいっすね。でもまあ、ちょっと、うん。ちょっと、たぶ、うん、ちょっといいっすね。ありがとうございます。ええー、ヘコタリさん、モナニーと当たり前の子供を引くために行う、乱数調整である。あ、あモナニーと当たりの子供を引くための乱数調整である。 よくわからん。うん。わからん。えー、ベニティングドチョウマルさん、えー。今ね、カラオケ来てて、喫煙所で一服着なんだけど、声が出なくてやっぱ釣れは。もうビーズ目指すのは諦めた方がいいかな,かな、まあ、やっぱり、あのー、やらなきゃ喉も鍛えられないんじゃないかななんてわかんないですけども。えー、ただ、一回声が出なくなったらもうきついわ。休むしかない。水子さん。採用してほしかったス,パンスタンプもいっぱいあったから、余裕があれば LINE スタンプにもしてほしいな。でも、ここの視聴者は LINE する相手がいないから、売れないかも。 さありがとうございますかさんいつもます何がとは言いませんが、今日ショックなニュースがあり、波が止まません。布団ちゃんなら辛い出来事をどう乗り切ってますか今日ショックなニュース ?100 円返します。ええー、まあやっぱり、そういった方を、 結構ネタにしている、まあ、コミュニティっていうのが多分僕の視聴者だったら半年前とか1年前ぐらいからもし見てたらきっと分かると思うんであのショックで本当にショックだったらばそういったエール送らない方がまあいいのかなって思いますつさん、うん、長い付き合いの彼女とエッチで全くいけてません誰なのか分かりませんがどうしたらいけるようになるでしょうかああそうだねその時点で結構 あれだよね、あの今日も行けないのかなっていうあ、まあ、先行概念からセックスが始まってで、やっぱりいけないんだっていう結果になっちゃって、でもどん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 そのできなかったっていうのが強化されていくと、もう結構きついところがあるよね。どうしたらいいのかって、まあ、思うと、うん、まあ、やっぱ、まあ、個人的には、まあ、かなりねあ、ちょっと失礼。 あのー、よく言うじゃんあのあっ失礼あのー、男ってさ腰めちゃめちゃ早く振って実は女の子気持ちよくないみたいな記事ってよく見たりすると思うんだけどよくなんか女性の YouTuber とかたまに言ってるよね、あのー、実はあれってこれ,これ個人の意見なんだけど男もあんま気持ちよくなかったりするんだよねめちゃめちゃ腰振るのって。 そうであのちんぽこの皮が仮を包んだり包まなかったり包んだり包まなかったりっていうのを、あのー、見えてないですよなぜならばワギナに入ってるからワギナに入ってながらもゆっくりやることでそのちんぽこが包まれてたり包まれなかったりっていうその感覚をね研ぎ澄ますんですよねゆっくり。 で、そのゆっくりやってると、あ、なんか気持ちいいとこ見つけたなっつって、あ、なんかでもこれやってるといいなって、あ、気持ちいいな、あれ待って、気持ちいいな、あ、これいけるかも、あ、これいけるわ、あ、これあいけるわ、これいけるわっつって、そのまま、あの、フルオートですよね、そしたら次は。ゆっくりねっとり、ベロン、ムク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 ムベロン、トゥルンテ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 ン、あ、これいいわあ これいいわあこれいいわっていう、その、ちょっとスローセックス一回どうすかちょっとチャレンジしてみてください。はいえー、マリさん、いろんなスタンプがあって、よく面白かったです。ありがとうございます。ありがとういます。陰さ先生にお聞きます。日本に帰ってきたお、え、京子に面さん元はしごしたら、足におたふくソースの刺繍あ、入れ墨入ってるとか言たよ。フォンチに習ってしっかり突っ込んだら、犯人やの面だって怒られたよ。と、ほうほう。ああ。似あがり感じます。ありがとうございます。 懐かしいです、ね、ときめきじいさん、おっぱい。100円お願いします。えー、川ちいかわさん、えー、今日も配信お疲れです。実は俺、今日で22の誕生日なんだ。まだ布団ちゃんにだけ祝ってもらえてなくて、よかったらお祝いの言葉ください。えー、大川さん、22。大学4年生社会人わかんねえけどさ、22の時は、俺、不安でしょうがなかったな。うん、この先どんな大人になるんだろう。どんなことが待ってるんだろう。うん。 あるね、でもね、あのー、こんぐらいになってくると、それを思わなくなっちゃって、まあ、のらりくらりやってきゃいいや、みたいなさ、逆に、その焦燥感、その立たされてる心境、楽しめ、うん、それ、楽しもうぜ、うん、それ、どんどんなくなってくるから、それ、えー、おめでとうございます。えー、ようさん、自分が採用されたからって、連闘キャプチャー荒らすのをやめようね、ますありがとるございます。 えー、ぜひですねあの、もし心が正しい人はですねもうあの、こうすることによって、連投キャプチャーは喜んでしまうので、あのー、ぜひですね、あの自分でバらしていただけると、より、あこいつ聞いてる、聞いてるってなるんで、ぜひあのやってみていただけると、みんなが嬉しいんじゃないかなと思います。ス、えー、スーペルアナんんちゃん先日 映画コンスタンティンで主人公が使うモデルの実ッを買ってみたぞ。ネット上では手間がかかる等の意見が散見されるけど、その手間がいいってことだよな。やっぱりいいんじゃないですかあのそういう、ね、あの主人公が使っているのを自分にこう投影させて楽しむっていうのもいいと思います。スーペル・アノスさん、続きだ。感じます、えー。ミスっちまったよ。エールの続きだが布団,にもくさい布団ちゃんにもめんどくさいけど、自分なりにこだわっちまうことがあるか あったら教えてくれ。ひかける感じます。いやあのね、うーん、まあ、なお、俺もね、あのね、自分の臭い匂いが本当に好きで、こだわっちゃうと言ったらば、うん、俺、特にね、このさ、俺、ピアス開けたことないんだけど、耳にしこりができて、これを、あの、育てて、しこりを育てて、親指と人差し指でこうやって潰して、 牛乳の匂いがするの、すごく。それが本当に好きで。うん。電車に乗ってるとか、あのー、人と飯食う時とかもさ、たまにふと、あ、嗅ぎたーみたいな時あって、あれ困るね。臭い匂い、すごく好きなんですよ、本当に。耳のね、この、そう、多分,分、粉流だったんだけど、粉流の匂いがすごく好きで。それが、まあ、こだわりっていうのかな、そう、匂いが好きなんだ、とりあえず。臭い匂いが。臭,臭ければ臭いほどいい。 サウナ大好き、サウナ大好きさん、とある国の思想が増税メガネバカカルトって言われてる件について。増税メガネバカカルトですああ、まあ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 。ね、あのー、返す言葉もございませんっていうか、まあその、なんて言えばいいかわかりません。はい。うん。はい。えー、とある部位みたいに、ちょっとまあ言われても、言わなくても、直接言ってくれてもいいんじゃないかなって、多分みんなわかってる、わかります こ、えー、んにゃくさん究極の焼き芋なんだこれ焼き,く焼き芋ずっと食ってねえなそういえばな焼き芋ずっと食ってねえなうわー蜜あの焼き芋の蜜って言葉すごく好きうん 焼き,芋焼き芋の蜜って言葉はずるい超うまそうこれめちゃくちゃうまそうなんだけどこれ最高の焼き芋だわわかるよこのさあのもう皮がべろーんってめくれてて中身がこうやってさ縮こまってホクホクになってるじゃがいもう好きこういうじゃがいも好きじゃがいもじゃないさつまいも次いきましょうえー、ジロリジャンもさ煮上げる感しますありがとうございます スペンスニューセンスん。ずっと思ってたけど、布団じゃなくて佐々木宏之助に似てるような。言われない。昔よく言われましたね、はい。過去によく言われました、えーバ。バカゴミクソンクさん。布団じゃに,にらめっこは強いですかあの、にらめっこは強いですよ。にらめっこで負けたことないですね。このページは削除されています。はい。ということでした、えー。何があっても諦めない予算。2時間前に発表された老害物最新作。 最新作だけ見ようか、せっかくだから、せっかくだから、最新作だけ。他は見ないよ果たしてスキャンダルなのか、アイドルの恋愛を考えます。別に <laughs> この人たちと、イチャイチャしたいとか、この人たちとネンゴルしたなんていう気持ちは全くなくて。1%もなくて、0.0001%もなくて。うん、俺は、好きなものを追求したい、ねうんだよね。応援したい。うん、応援したい。そう。 要は疑似恋愛の対象、まあ、男性のファンが女性のアイドル,イドルに対する疑似恋愛の対象をすることは分かるけれども、それって、女性のアイドル側が男性が好きだっていう前提立ってると思うんですね、うん、ただその前提で結構容易に崩れる可能性は当然あるわけで、うんうん、そうなった時にまに、あ、恋愛対象が全く違うかった場合容認できるのかなって、そこはね、すごい聞きたいなと思うんですけどね。これは本当にないねあの、気持ち悪い話もしれないけど、もし仮にね、あの二十がこうやって、なんかこうやって、松本さんみたいなのしたら、やめなさい。 君たちは、アイドルなんだから、そういうことをしちゃいけないよ。それだけですよ。僕が言うのは。<laughs> 僕が言うのはほんとそうっすね。社会問題としては結構どうでもいいんじゃないかな。お絶対そんなことないっす。薬とかを、あの、もらえたらわかんないっすよ。こうやって、これが、ああな、なんな、ね、なにそんな。マスオさん。あ、やっぱ、 私一つになりたいんです何じだろう、一つになりたいって何って名はこの注射器を使えばあなたもそんな口聞けなくなるんです、まあやめろ、まあなるほどあ,あ,あ,あだ,だあっあ気持ち気持ちポイプになったらそれはさすがにかしいですけ <laughs> はい稲田さんどう見てますか。いやー、うん、結構どうでもいいね。<laughs> バテ君。どうした IT エンジニア。転職先探し始めました。はいありがとうございました。面白かったあのー、面白かったです。はい面白かったです。はい今回も笑い終わりありがとうございました。面白かったです。はい。<laughs> えー。 さあ、えー、次行きましょうか、えー。さあ行きましょう。<laughs> えー、のり,りたか検証です。はい、少ないですがよく。少ないですてくださ,い皆さん、先に見れて楽しかったです。ありがとうございます。とご,ますごめんなさい、布団ちゃん、ごめん。俺はマサオとエイリアン・マツ・ベロツー書いたものです。エイリアン・マツ・ベロは、レギュレーションに従って順位を明けたします。楽しかったです。エイリアン・マツ・ベロは、あだっけ。 エリアマツベロは。あーえ、これ。なんで。え、なん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 で、なん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 で。特に、特に何もなかったと思うけどな。うん、多分、多分、え、やっぱ、そのまま行きましょう。そのまま行きましょう。もう、あの。なんだろう。あの、反対試験みたいなもんで。 あの受かっちまったらもう拒否することもできないみたいな形で、ちょっとぜひ行かしてください。はいえー、タクヤ、えー、インフィニティさん、みんなが頑張って書いたスタンプが素敵だったね。ヤニーがいいみたいにどんどん味が出てくるかも。人が頑張って書き上げた醍醐味だね。あ、いいこと言うね。ありがとうございます。2 0 0ヨークがいいす。オルベルさん、インフルとコロナ同時にかかって辛いよ。体調が悪いときに食べた方がいいもの、何かあるかな。100円います。 うん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 まあ月並みだけど俺は鳥の雑炊がめちゃくちゃ良かったなあの百二十円とかでスーパーで売ってるんでまあ百八円かで売ってるんであのー、それを大量にアマゾンで買ってあのー、食べてましたねめちゃくちゃいいっすよインフルとコロナ同時にかかるのちょっと大変だなあのー、治ることを祈ります。えー。 手間ちんぽかさん、視聴者の指示で誰かをバーンするのあんま良くないあ、俺もそう思います、はい、あのこれはあの視聴者が言うからバーンしてくれはマジでおかしくてあの、本当に自分でバーンしてくれることを祈るんですけども、なぜかしてくれないんですよ、多分あの何多分分何本当に自分でバーンすることもできなかったら、俺何できるんだなって、何ができるんかなって思うんですよね、本当に、えー、さあ、次いきましょう。 えー、大川隆鵬さん、布団ちゃんは最後1日何回オーナーにしたことあるまあ、11回ですかね、たぶ、ねうんね。11回ですかね。<laughs> コメントも荒れるぐらいだったら、バンしてもいいかもしれないけど、いや、だからもう、そこはもう、そこはもう、いいんすよあ。あのね、1分無視したら、なあの消えますよ、大体、うんで。そこでもまだガヤガヤ言ってるやつが逆にバンされます、たぶん。 ええー、冬はもうすぐそこらしい今日初めてメイドリーミンっていうメイドカフェ行ったんだけどメイドさんが可愛すぎてその場にいたメイドさん全員とチェキ取ったら2万くらい使っちゃったよ涙マニアにも行ってほしいなえー似合える感じす。ああ、チェキあ全員だったら逆に安い安いんじゃねえかなチェキって多分2000くらいするから バダイと飲み代あ,あ、えーまあ、メイドミーリンですね。よくあのダチブで探してるんで、はい、えー、行くかもしれません。ヤモさん、竜がごとくセブン概念めちゃくちゃ面白かったから、布団ちゃんも気が向いたらやってみてくれ。あざす。あざいます。やってみたいなって、興味あります。マルさん、布団ちゃん、この RPG ホラーゲーいつかやってくれ。RPG ホラーゲー。珍しいね。 だからあのずっと言わ、ね、れてるのおもりずっとずっと話されてます。確かに、ねね、おもりえーさあ次いきましょう。アニオアニオウニョニョさん、町田ゼルビア優勝目でございます。来年 JY で戦うのを楽しみにしています。おめでとうございます。え、そうなんですかおめでとうございます。アダす。ナビちゃんさん、いつまでたまのまか。カンダのインデラってカレー屋さん知ってる知らない。カンダだよね。これ ええー、気取ってないカレーで、私は好き。神田とか行かないと思うけど、頭の、頭の片隅でも、松本大好き。ききあ、俺、明日、ココイチのカレー、十回組んだ。わ、楽しみだわ。もう忘れしたわ。え、エンリケさん、布団ちゃん、はふたなり好き。ふたなり好きじゃない。うん。ええー、路上の戦争さん。んすいません。お前のよう、クリスピー神社僕でカリカリしてます。あの、すいません。クリスピーっていうからには、確実にカリカリした方がいい。てか、それが普通だと思うんですけど。カリカリしてます。カリカリ、あのー。 カカリカリしてる方があの多いんですけどなぜか、えー、他の,あの生配信とかで外の違うコンロだとなかなかカリカリいかないんですよね。うん、なんか時間に追われて緊張してるんでしょうか。えー、星野優たさん、おいちゃん、もうすぐリゼロの審査が出るぞ。めっちゃ気持ちいいからやってみようか、ね。11月2日だぞ。俺は2万円で勝負するよ。いやだからあのもしスロット取れなかったら。 これ行きたいんですよね。26か2 7でも無理か。リゼロの新作も同じぐらい並ぶか。まあ、やってみたいですね。Y9 さん。おい、とんちゃん、酒飲みながらお前の配信見てたら朝あ、明日朝9時からもしなにこんな時間になってたと。54分前、えー。もし頑張ってください。はい、もうあの学生たちはそういうシーズンですよね。頑張ってください。マツコさん、いつも面白い配信じゃなと。今日のスタンプ専攻が面白かった。もしできたらス、スイッチの方のスタンプも作ってほしいです。スイッチのスタンプ。 どうしたらいいんですかねどうやって申請すればいいんですか自分でできるんですかね結構なんかみんなも募集とかしてるのを意味にするんですけど、自分で作るんですかねはい。えー、わかんないです。ま,あのまた、ツイッチとかでやることが増えたら、えー、文彦さん、ふとんちゃん、Google でふとんちゃんを検索すると一番上に紹介欄に国籍が韓国になってるけど、マジか。えー、 いや、どうもワカピーさん、んえます。26日にタバコをさしてて入れたです吸ってる,るく分からう、あの、本当に大丈夫です。あの、自分のお金で、あの、使ってください。本当に。自分の、あのー、結構ね、あの、高いんで、5000円ぐらいするんで、あのー、ワンカートンで。いや、本当にあの、僕いっぱい持ってくるんで、ぜひ、あの、本当に気持ちだけ嬉しいです。本当に。気持ちだけ嬉しいです。ありがとうございます。本当に。嬉しいです。えサジェスト 検索履歴 ?Google で布団ちゃんを検索すると一応に紹介の国籍え、あそ、そういうことあ、でも検索することか。え、マジひどくね、それ。 え、どこに出んのはとんちゃん日本住居東京都町田市国籍韓国 ええ百中なんでスイカゲームとかあんだよなな意味わかんないよこれ。 これ誰でも編集できるんだ、これ、うん。まあいいわ。くだらん。ウィキペディアって、嘘の情報載ってんだな。あのさ、最近のさ、なんかその、ええー、まあこれ、医療系の論文の話になっちゃうんだけど、引用ウィキとかたまにあったんですよ。これあのた、最近っつって5年前ぐらいなんだけど、そう。 ポスター発表とかで医療分野以外でもある引用ウィキっていやあったんですよそうそうそうで査読もそれで通っちゃうんだって思ったんだけどそうなんかねあのー、あやっちゃダメねそうそういや査読いや査読も通ってあ,のあるってことは査読も通ってんだってば 引用ウィキは怒られる。絶対ね。そうだよね。そう。だから、なんかね、えーって思っちゃったことがありました。えー、だからウィキなんてやっぱ信じらんないね。残りがさん、メッセージ探してください。100回返します。えー、布団ちゃん、ずっと前に潰れた町田のマルハンって行ったことあるないっすね。町田のマルハンって多分、あの、マットで Y 字の近くなのかな。多分分かんないけど、行ったことないっす。えー、高橋さん、この前人生初ライブだったんだけど、全然楽しみにして寝れなかったよ。アレクサンドルの先行、生で聞けて。 よかったああ、アレキサンドロスの選考、いいっすよね。俺もよくバンドリでクソやってたわ。はい。ま,あのー、またね、ちょっとカラオケも行きたいですね。俺、アレキサンドロスの選考、俺もね、歌いたいんすよ。あれ。アレキサンドロスチャレンジって言って、男性たちは一度ぐらいは夢を見たことあります。あれ、出んのかなっつって。はい。えー、俺、調子いいと多分出ると思うんですよ。調子よければ。調子よければね。 まあまあ、それも伝わったわけで。明日はね、多分カレーから始まります。はい。おそらく。カレーに始まり、えー、何に飲まるかは分かりません、ね。また明日お会いしましょう。寝ましょう。おやすみなさい。